空手出身の関川、対する総合格闘技経験のある蓮見です。さっきの陣屋選手もね、そうなんですけど、戦績がね決して良くはなくても、はい、蓮見選手2勝2敗っていう戦績なんですけどね、そういう戦績に関わらないインパクトを持ってますよね。そうですね、このリングに立ってる選手たちっていうのは。対する蓮見、グローブを合わせてまいりました。ちょっとこの関川の構えというか手の動きが独特ですよね。これはノーダウンです。関川選手ね、前回が見事な、ね、KO 勝ちだったので、その、試合の間隔が短いので、こういうそういう時ってどんどん試合した方がいいんですよね。間隔が残ってるうちにどんどん試合でリングを試した方が精度も上がって、ね、戦績も何もかも上がってくる。対する蓮見は、まあ、前回10月組まれた試合が相手の蹴りオーバーでですが、前に詰めていきます。不戦勝という形になりました。このあたりメンタル面、まあ、あとはコンディションどうでしょうか。そうですね、そこってはおそらく喜べないんですよね。気が抜けちゃうというか。でもね、今のこのね、K-1 クラスに上がっている選手はとにかく試合がしたいはずですから、気が抜けずに多分ね、気を抜くことなくこの次の試合を待ってた、オファーを待ってたし、それはあんまり気にしないでいいと思います。久保選手、そしてこれお互いですね、構えというか動きが少し独特ですよね。そうですね、でお互い同じタイミングで左フック打ってるんで、左フックがお互い右ストレート、蓮見最初にダウンを奪いました。蓮見選手は今まではね、結構フック系の外から来るパンチが強かったんですけど、まっすぐの伸びてくる矢のような、はい、パンチ力ありますね。そうですね、ここも近い距離ちょっと怖い、ガードをしっかり固める関川。関川選手としてはね、やりたかったこと、武器、技をやられちゃいましたね、先に。ガードを固めながらなんですが、今度はガードの間からアッパーをついてまいります。蓮見左のフック、まあ、久保選手、この左のフックが同じタイミングで打っている。そうですね、同じタイミングなんで、ちょっとどちらかが倒れる展開あるんじゃないかなというふうに思いました。蓮見選手が最初先制の右、この右の関川選手のこのブロッキングするようなガードの仕方なんで、右ストレートがどうしても入っちゃうんですよね。要は正面が空いてしまうということですか。そうです、そうです、こういうブロッキングなんで、はい、こういうストレート入っちゃうんですよ。ニストレートはやっぱパーリングでディフェンスできると違う。ここも強打してきます。関川選手は、ね、下段がローキックが強いので、まず今、ね、パンチにあんまり、自分も当てようとすることなく下段から崩していくっていうのが一回自分のペース取りになるポイントかなと思いますね。ぐいぐいジャブを落ちながら前に出てくる、一発返した関川ですが、残り10秒切っています。第1ラウンド、これ近い距離です。右のアッパー振ってきます。蓮見、ここで第1ラウンド終了。いやでも蓮見選手、パンチの質というか種類が変わりましたね。あ、そうですか。いや、あそこまで伸びるストレートだと強い右のパンチ、今まではねパワーはあったんですけどね、ああいう右のストレートはなかったので、はい、今打ってる時のね、下半身の固まり方も素晴らしかったんで、これですね。いや、化けましたよ。そうですか、はい。まあ、なんといっても12月年末の K1 名古屋大会に出たい、まあ、そして3ラウンド使わず1ラウンドから倒しに行くと宣言していた蓮見、まずその宣言通り1つダウンを奪いました。おお、そしてノーマンがセコンドについています。 BTS ジム関川和正です。まあ、関川は空手出身、まあ、実は蓮見に対して一撃があって思い切りの良さがある、パンチ力、圧力をいかに攻略するかがテーマと話をしていたんですが、それを思い切りもらう展開になってしまいました。第一は、そうですね、自分が本当は先にやりたかったことをやられちゃいましたからね、これ焦っちゃダメですよね。さあ第2ラウンドです。ライト級の一戦、蓮見がまずは右のストレートで一つダウンを奪っています。蓮見はですね、石川さん、はい、石川に対して蹴りが多い印象と話をしていたんですよね、1ラウンド。ただその動きはあまり見られませんでした。そうですね、やっぱりね、
関川選手もね、パンチでダウン取れたからパンチで取り返してやろうっていう気持ちは分かるんですけどね、そういう感じになっちゃってるのかなっていう展開に見えます。そういう時こそ下に返す、下に振らないといけないですね。下一回振り振ってやっぱパンチみたいな散らさないと思いました。まあ、ただこれ試合中どうしても熱くなってしまうということはね、ファイターとしてあると思うんですが、やっぱ冷静と情熱の間に右のハイキック上段抜きは関川、まあ、でも上段抜きでもそういうところはありますよね。これは足を滑らせただけです。蓮見選手の動きちょっと、ね、特殊なんですよね。よく総合 MMA を経験している選手は、まあ、全て独特、軌道も独特だなんていう話を聞くんですが、蓮見、も総合格闘技の経験があります。そうですね、巻きつけるような膝、すねより下のところを蹴る崩すローキックなんですよね。ダメージではないにはならないんですけどね、崩されてしまう。ラングラウンドもハーフタイムの経過、もう今度はボディへ行きます。右のストレート、左飛び膝も見せてくる。ただこれは届かないか。この今久保選手、距離感というかプレッシャーのかけ合いというのはいかがですか。蓮見選手ペースだと思うんですけど、関川選手も多分パンチ力あるような打ち方なので、カウンターの左引っ掛けるから、はい、まあ、お互いそのまだまだ気を抜けないというか、蓮見選手ペースとは言いつつも関川選手はまだまだ全然チャンスがあると思います。この右ストレート、そうですね、受け方がまずいと思います。あ、左これダウンです。ガードの上からですが、体ごと今根こそぎ持っていかれるような感じ。パンチの時に下半身が流れなくなったっていう、その化け方のポイント、そこですね。いやもうこれガードしないでガンガン殴りに行きます。パスミです。そう、連打が効くんですよね、あの下半身がしっかり固まってるから。その一発一発がパンチ力があるんですよね。この上半身、肩周り、背中周り見てみれば分かるんですけど、だからガードの上からでも効きますよね。本当に浅田さん、こういう選手、本当に緊張感がずっとありますよね。そうですね、もうなんか蓮見選手の一つのパンチでなんかもう倒れてしまうような、そんな印象が強いんですけど、僕には。その木川も一撃、まあ、前回は1ラウンド40秒で KO 勝利飾っていますから破壊力あるんですが、今日は鳴りを潜めています。ここで第2ラウンド終了。ちょっと首をかしげた、ダウンを奪っているんですが、蓮見ガードの上からですよ。本当ですね。いや、蓮見選手は自分の持ち味を今までのリングでは生かしきれてなかったんですよね。だけどこの今開花し始めてますよね。本当この前回の試合で、1個前の試合で KO 勝ちをしている関川選手、乗ってる選手なんですよ、はい、乗ってる選手を相手にこうね、完全に自分のペースで自分の化けた姿を表現できてるっていうのはね、これはかなり大きなことですよね、蓮見選手にとっては。さあ、久保優太選手、はい、久保選手がセコンドでしたら、今蓮見にはまずどんな声かけますか。蓮見選手はもうこのままで、で相手のそのリターンというかカウンターの左フックだけ気をつければいいというふうに僕だったら指示を出すかなと。逆に1ラウンド、はい、2ラウンドともにダウンを奪われている関川に、関川選手はもう展開を変えないといけないん でなおかつやっぱり右ストレートはブロッキングで受けるのは危ないんで、もう、はい、前にどんどん逆に出ないと。これ試合中にいきなりブロッキングというディフェンスをパーリングに変えるってことはできない、難しいと思います、ね、はい、なんで前に出て、そう、受け方を変えないと。もう石川さん、ダウンを2つ奪われているセッターですから、はい、先ほどダウンのポイントをご説明いただいた通り、もうポイント的にはかなり厳しい、もう KO するしかないですね、はい。関川選手は右のクロスカウンターを当てるのは上手なんですよ、はい、でそのクロスカウンターをこれですね、右、ね、はい、っていうのはね、やっぱり相手のパンチのタイミングが見えてないといけないんですよね、でその蓮見選手はもうどんどん自分の体の、ね、体ごとプレッシャーをかけてるので、カウンターを取る冷静さがちょっと失っちゃってますよね。ですからそういう意味でも完全にこれは蓮見のペースになっている、はい、そうですね、蓮見選手やっぱ体が、右カウンター一瞬下がった、やっぱ一発ありますからね、関川選手まだまだ狙いますよね。そう、蓮見選手は体が武器なんですよね、体そのものが、それが今この試合で今開花
してるっていうふうに僕は見てますね。蓮見選手がここ下がっちゃダメですね。ここは自分が前に出ないと、うん、セッカー選手のペースを逆に取られちゃう、うん、これお互い今最後のせめぎ合いかもしれません。残り1分半を切っています。ファイナルラウンド右のハイキック、上段蹴り、うん、もっと蹴れたらいいなとは思いますね。序盤からセッカー選手は、まあ、パンチを固めて大きく、うん、バックハンドブロー冷静に見切っています。蓮見年末の K1 名古屋大会に向かって蓮見、まあ、勝つだけではダメ、インパクトのある勝ち方を見せたい。ローキックで軸足崩しました。対する関川27歳で今のジムに入って初めて、28歳でクラッシュ初参戦。それまでは普通に会社員として働いてファンとしてこのクラッシュの会場後楽園ホールに足を運んでいました。いつからでも遅くない、僕と同じような年齢の皆さん頑張っていきましょう。前回の試合後にはそんな発言もあった関川ですが、まさにプロの厳しさ、洗礼というものを、ま、改めて今味わっているかもしれません。残り30秒を切ったファイナルラウンド、右を当てたいんだけど当てさせてくれない、うん、プレッシャーですよね。もうガード下げてここも前に出ていく、はい、のしのしと右のストレート、まあ、向かってくるところもう一発迎撃します。蓮見関川大逆転はあるのか、右の上段蹴り、空気と右のストレート、その隙を突きました。ファイナルラウンド終了間際、ここで試合終了のゴングです。 1,2,3 ラウンド全てのラウンドでダウンを奪ったのは蓮見、まあ、ただ KO 決着はなりませんでした、はい、いやでも今までの、ね、蓮見選手では、ね、ありえなかった、ね、各ラウンドに1回ずつダウンっていうのはね、はい、しかもこのね関川選手相手にですから ね、 そうですね、これ評価されるポイントですよね、うん、武器が整いつつある怖い選手になってきますね。そしてあの全て右のストレートで倒しています。はい、判定です。ジャッジ梅田30対24、赤松井ジャッジ浜中30対24、赤松井ジャッジ岡田30対24、赤松井。先ほど石川さんにそのポイントのご説明いただきました、はい、1つのダウンは2ポイント、うん、ですから各ラウンド1つずつ取ってますから、はい、6ポイント差がついて、ね、30対24、三者ともに蓮見光の勝利と、はい、いうことで、ね、いやもう本当にこのね、さっきも言った通り関川選手というのはこの1個前の試合でものすごいいい勝ち方をして乗ってる選手なんですよ。乗ってる選手をこういう風にね、完封で、あ、もうある意味完封ですよね、はい、したっていうのは大きい勝利ですよね、はい、ですからこれポイント差以上の意味がある判定勝利ということになりました。蓮見光、ね、まあ、前回は消化不良だったその鬱憤をしっかり今日このリングで晴らしました。さあ12月年末の名古屋 K1 あるのか否か。